皆さん、カーディオボシャンナです。2013年12月4日 FNS 開催ですごいイベントがありましたね。小室さんとともちゃんがなんと13年ぶりに再会して、 I'm proud と I believe を一緒にしたんですね。特に13年の長い時間を超えて挨拶をする演出ですごい話題になったんですね。では平成のカップルと言われた2人の1995年のレコード大賞と2013年 FNS での姿を交差しながら見てみましょう。映像の最後までぜひ注目してください。どうぞ。本当すみませんでした。これからはちゃんと前を向いて歩いていけそうです。今日はすごく楽しかったです。本当ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。もう18年の時間が流れました。皆さんどうでしたか？私はなんかともちゃんが小室さんに会えて
すごい力をもらってる気がしましたね。長い間出なかった高い声も綺麗に出てるし、特に最後の握手はなんかお酒が飲みたくなりますね。二人の縁が続いてたらどうだったんでしょうかね。結末はともかくお似合いの二人だったからですね。今日はここまでします。また会いましょう。バイバーイ。